はい、日本健康にする男、カスケリョータです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。申し訳ございません。久しぶりでございます。ちょっと、最近ですね、なかなか充実しておりまして、動画を撮る機会がなかなかなくて、だいぶお待たせしてしまった場合、してしまったのかなと思います。申し訳ありません。お薬シリーズをやってましたね。お薬シリーズです。これについてですね、またちょっと再開していこうかなと思います。今日は痛み止めのお話、あとは痛みとかっていう部分ですね。一応私は鍼灸柔道整復師整体師っていう形で、腰痛専門の整体院としても、経営させてもらってますので、この辺のお話は結構得意分野になってます。ちょっとお話していこうかなと思います。あなたはですね、痛かったら痛み止めを使ったりとか、調子が悪かったら、例えば頭痛がちょっと起きたら、すぐ痛み止めを飲んだり、あとは腰があったり肩が痛かったら、すぐ痛み止めを飲んでごまかしたりはしていませんか？痛み止めですね。痛みっていうのは、どういうものかっていうのをまず考えていく必要があるのかなと思います。痛みを悪者扱いするのをやめましょうってことですね。痛みは悪ではないってことです。悪いものでは決してないっていうことですね。体の、不調だったりとか、使い方、食べ物であったり、姿勢、そういったところを、今のままじゃいけませんよ。これ以上やったら、もっともっと壊れちゃいます。助けてください。もう体は限界です。っていうのを教えてくれてるものです。教えてくれてるものです。それを痛み止めによって、痛みをなくしてしまうこと、これをやってしまうと、一時的にですね、その場では痛みが治まるかもしれませんが、悪い状態のまま生活することになります。例えば姿勢とかが悪いせいで、こうやって歩いてるせいで腰が痛かったり、まあ、極端な話ですけども、こういう姿勢で歩いてて腰が痛い、それを痛み止めでごまかしてしまう、一時的になくしてしまうと、ずっとこの状態で歩くことになりますよね。そうなってしまったら、ずっと悪い状態が続いてしまいます。いくら治療とかをしたりしても、痛み止めをずっと飲んでて、変な姿勢のままずっと歩くことになると、また痛みがぶり返してしまったりとか、もっともっと悪い状態、関節の破壊だったりとか、骨が破壊される、解剖学的な破綻って言われるものですね。破綻、まあ、壊れるって意味です。破綻、単かけないんですけど、破綻っていうものが起こってきてしまいますので、もっともっと悪い状態になってしまいます。痛みを、この原因っていうのは、原因は別にあるはずなので、なんか腰痛の話になってしまいますけども、まずはこれをしっかり原因を探していくっていうことですね。これをしっかりやっていただかないと、また同じ痛みに苦しめられてしまうっていうこと、つながってしまいますので、ここはすごく注意をして、考えていただくといいのかなと思います。ですね、こういう話をしていくと、まあ、腰痛専門家としてはですね、やっぱりこの辺の原因というところを見つけて、しっかり治療していただくのがいいのかなと思いますので、下に私の腰痛のホームページのリンクも貼っておきますので、ぜひですね、そういうところでお悩みの方は、そちらからご質問であったり、そういったところをいただければ、わざわざ取りに来なくてもですね、いろんなアドバイスであったり、お家でのケアの方法というところもお伝えできますので、そういった形、痛みとかでお悩みの方、痛み止めが手放せないとかっていう方は、ぜひご相談いただくといいのかなと思います。はい、本日のお話は以上です。また分からないことあれば、さらにまたご連絡ください。痛みでお悩みの方は、下のリンクを見てみてください。本日のお話は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。